皆さんこんにちは、ユリアと申します。今回のときメモ GS セカンドは天木翔太くんの未公開シーンでございます。いやー、久々にスチール回収が大変でした。そして勉強も大変でした。それでは未公開シーンどうぞ。あ、はい。あ、天地くん、私チアリーディング部に入ることにしたんだ、よろしくね。そうなんですか。僕は応援団員ですから、チームメイトになりますね。そうだね。これからよろしくお願いします。オスオス。あ、はい。あ、天地くん、私チアリーディング部に入ることにしたんだ、よろしくね。え、本当に？じゃあ僕と同じ部活だね。僕応援団だからさ。うん、知ってるよ。だから私も入ったんだ。なんか張り切っちゃうな。先輩と一緒に応援できるなんて思ってもみなかったし。私も一緒に頑張ろう。これからよろしくね。うん、頑張ろうね。うん、こちらこそ。言っとくけど、ここでは僕の方が先輩だからさ、何でも相談してよね。ありがとう。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、お、6位だ。かっちゃん、赤点取っちゃったの？うん、勉強した甲斐があったな。あ、はい。あ、天地くん。先輩って頭いいんですね、尊敬しちゃいます。そう？うん、努力が報われたかな。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あー、悔しい。2位か。今回誰も赤点を取ってない。うん、勉強した甲斐があったな。あ、はい。あ、天地くん。先輩、すごいな、頑張ってるんだね。ちょっと見直しちゃった。そう？次こそは1位取るからね。うん、努力が報われたかな。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、やった、1位だ。2点差、危ない。かっちゃん、赤点2つも取っちゃったの？やったー、1位獲得。トップに立てるなんて嬉しい。あ、はい。あ、翔太くん。学年トップか、すっごく意外、びっくりしちゃった。私もびっくりしちゃった。ま、とにかくおめでとう。この調子で頑張りたまえよ。頑張りたまえよって何キャラ？先生？やった、頑張った甲斐があったな。そういえば、もうすぐ体育祭だね。ええ、そうですね。体育祭とかのイベントの前ってワクワクしますよね。わかる。天地くんはお祭り好きなんだね。楽しい体育祭になるといいな。というようなことを話して下校した。天地くんは夏休みの予定とか決まってるの？海に行こうかなって思ってるぐらいですか。海か、いいね。あ、私とも一緒に行こうよ。へえ、そうなんだ。やっぱり夏といえば海だものね。あとは花火大会とか夏らしいイベントを楽しめたらいいなって。そうだね。あ、じゃあ花火大会一緒に行こうよ、というようなことを話して下校した。
ねえ先輩、知ってる？東大の伝説の話。何？どんな伝説なの？東大の光に導かれて幽霊船がやってくるんだって。幽霊船？なんか怖いね。怖いけど幽霊船は見てみたいな。ああ確かに、私の知ってる噂とは違うような気が。そういえばもうすぐ文化祭だね。あ、楽しみだな。学校で一番大きなお祭りだもんね。そうだね。文化祭が近づいてくると学校中がそわそわしてくるんだよね。そうそう、どんな出し物をしようかとか想像してるだけで楽しいよね。わかる、というようなことを話して下校した。卒業。うん。え？もうすぐだよね。うん、そうだね。あ、うん。あまちくん？寂しい？まあ、からかう相手がいなくなるのはつまんないかな。からかう相手って一応先輩なんだけど。というようなことを話して下校した。終わり？さてと、何の競技に参加しようかな。競技に参加する。二人三脚。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしよう。あ、先輩、お一人ですか？うん。二人三脚、僕も出るんです。よかったらペアを組みませんか？いいよ。え？ぶつからないでくださいね。うん。アマチ君？チア、ギャル。位置について、よーい。じゃあ行くよ、そっちの足から。なんでタメ口？左、左。ここは統一してあるのかな。右、すごいな、押し、今のうち。あ、ごめん先輩、しっかりしてよ。ごめん。右、左、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 よし。よし、一番。やった。うん。やりました。一位ですよ。うん、やったね。頑張ったもんね。さてと、何の競技に参加しようかな。競技に参加する。パン食い競争。うん、パン食い競争に出よう。旗振ってる、ギャル。位置について、よーい。あー、出遅れた。今日調子悪いな。なんとか追いついたけど、もう失敗。頑張れ。やった、最初は危なかったな。あ、1位だなんてやったじゃん先輩、えらいえらい。ありがとう。あれ、どっちが先輩だっけ？あ、そうだ、競争で取れたアンパンどうしよう。半分に割ってプレゼントする。サンキュー。それじゃあ2人で食べよう。うん。よかった、喜んでくれてるみたい。あ、アマチ君だ。で、あそこが体育館で、向こうに見えるのが中庭だね。割合自由な校風かな。誰かを学校案内してるのかな。中学の後輩に学校案内？後輩から慕われる先輩だったんだ、アマチ君って。中学の後輩って男の子だよね。あ、翔太君だ。わかった、じゃあ会計から予算もらって急いで追加を買ってきて。
クラスの出し物かな。クラスの子に指示出してる。翔太くんってクラスではリーダータイプなのかな。へえ、そうなんだ。今日はいいスコアを出せそうな気がします。へえ、そうなの。自信あり？あり。勝負する？いいよ。うん、しよう。先輩、強気だね。まあね、私も自信があるからね。それなら、負けた方が勝った方に美味しいものをご馳走するってことにしない？いいよ。いいね、面白そう。決まり。じゃあ先輩からどうぞ。うん。アマチ君すごい。あともう一回ストライク出せばパーフェクトだよ。パーフェクト？すごいね、アマチ君。先輩。何？あ、約束？しょうがないな。これでストライク出したらご褒美くれる？ご褒美？おいしいものをご馳走以外にご褒美？しょうがないな。ご褒美か。例えば？例えば…何？ん？どうしたの？なんでもない。アナスタシアのケーキ10個。10個？ケーキ10個って約5000円くらい？高いわ。10個？うん、さっき言ってたごちそうはなしでいいから。あ、そうなの？わかった。ストライクだったらおごっちゃう。その言葉忘れないでよ。うん、なんか本当にストライク出しそうだな。怖っ。この一球に全てをかける。目が真剣なんだけど怖いわ。もしボーリングの大会だとしてもこんな目はしないでしょう。いっけえ、本当にストライク出しちゃった？元気出して。あー、外しちゃったのか。な、何言ってんの先輩。ん？勝負は僕の勝ちだし、落ち込む必要なんて全くないじゃん。あー、そうなの。それより約束通り美味しいものごちそうしてね。それなしってさっき言ってたじゃん。え、さっきいらないって。何食べようかな。ちょっとアマチ君。アマチ君、見事なガーターだったもんね。落ち込むのも無理ないか。ガーターか。それにしてもあのグローブ、アマチ君個人のものなのかな。え、個人のもの？マイグローブ持ってるの？これいいな。ねえ、アマチ君。あれ、アマチ君？外にいるのかな。少しだけ、本当に少しだけで終わるから。何？アンケート？困るんです。今日は僕一人じゃないんで。そうです、今日は私とデートです。今の声は。アマチ君。あ、先輩。この服ってこのイベント限定なのかな。どうしたの。雑誌の街で見かけた癒し系ボーイって特集の取材とか言ってしつこいんだこの人。街で見かけた癒し系ボーイ、取材か。雑誌の取材。あ、彼女も一緒だったんだ。可愛いじゃない。ついでに一緒に撮らせてよ。あ、すいません、プライベートなんでごめんなさい。ほら、彼と並んで。あの、困ります。キャッ。あー、最低。話せ。アマチ君、ちょっと喋るの早いかな。は？
あ、ちょっと話せって言ったんだ、このボンクラ。ちょっと天地くん、それは別の意味で通報されるよ。ぼ、先輩はお前みたいなやつが触れていい人じゃない。そうだよ天地くん、今すぐその人が触ったところ触って消毒して。だいたい癒し系ボーイってなんだよ。僕のどこが癒し系？あんた記者のくせに見る目ないね。確かに。分かったんならさっさと帰ってください。行こう先輩。うん、うん。ごめんなさい、変なことに巻き込んで。うん、私は大丈夫だけど、天地くん雑誌に載るチャンスだったのにね。先輩のことはついでなんていうやつが書いてるような雑誌に載りたくないよ、僕は。天地くん、天地くん。なんか怒ったら甘いもの食べたくなっちゃった。しょうがないな。じゃあ私が怒っちゃう。うん、じゃあどこか入ろっか。ケーキがいいな。美味しい店知ってるからそこに行こう。うん、うん。こっちこっち。分かったよ。あんな天地くん初めて見た。やっぱり男の子なんだな。すっごい気持ちいいね先輩。そうだね。うん。お客様にご案内いたします。なんだろう。船内ではコーヒー、特選アイスクリームなどを販売しております。販売か。この機会にぜひご賞味ください。だってどうする。先輩今の聞いた。うん、特選アイスクリームって言ってたね。買ってこようかな。何個食べる？一個でいいよ。一個で十分だよ。かわいい。かわいいって天地くんのこと？当たり前じゃん。え？あ、私も思った。何個食べる？でしょ？別にいいじゃん。そうそう、あんなかわいいこと言う弟欲しかったな。弟じゃないです。まあ、うちの弟が言っても多分可愛くないんだろうけど、あの子だからいいんだよ。天地くん。そうかもね。もうやめて。ひょっとして私たちのことを言ってるのかな。うん、多分そうだと思うよ。天地くん。はい。ああ、ひょっとして先輩もそう思ってる。思ってないよ。私は天地くんのことを弟みたいって一度も思ってないよ。え、今の人たちみたいに思ってないって。どうすればいいんだろう。今のままじゃ全然ダメなのかな。そうなの先輩。違うよ。もう泣いちゃいそうな顔してるんだけど。ダメだって分かってるんだけど、どうしたらいいか分からなくて。天地くん、今すぐ抱きしめたい。お客様にご案内いたします。何ですか。まもなく着岸となります。お忘れ物がございませんようにお気をつけください。ついちゃったね。またのご乗船を心よりお待ちしております。はあ、アイスクリーム食べ損ねた。そうだね。え、先輩がさっさと数決めないからだよ。この菓子は高くつくからね。さっさとって、私一個で十分って言ったじゃん。あの天地くん、さっきのは
何でもないから忘れちゃって。忘れられないよ、アマチ君。みんなどうもありがとう。気をつけて帰ってね。アマチ君？ん？今の声は翔太君？はい、じゃあアマチ先輩失礼します。アマチ先輩？後輩なの？後輩が私のアマチ君に何の用？失礼します。しかも複数。私のアマチ君に何の用？あ、そういえば今日アマチ君の誕生日だっけ。何、後輩たち、私のアマチ君に誕生日プレゼントを私に来たっていうの？翔太君。はい。帰るとこ？うん、うん。今の女の子たちって翔太君の友達？うん、中学時代の後輩。え、他校生なの？わざわざ羽学まで来たの？ご苦労なこった。誕生日プレゼント私に来てくれたんだ。これ全部そう。へえ、そうなんだ。おお、ありがたいよね、わざわざこんなところまで。そうだね、たくさんもらったんだね。しかもカラフル。1,2,3,4,5、 5個か。約5人が来たってこと？それより先輩。何？どれか 2,3 個持ってかない？持ってかない。一人じゃ持ちきれないし。その目は何？それはちょっと。きっと美味しいよ。これ、クッキーとかケーキとかその手のお菓子のはずだから。あ、そうなの？それでもいらない。そうなの？うん。手紙とか物とか形の残るプレゼントはもらわないようにしてるんだ。そうなんだ。彼女たちもそのこと知ってるし、だから安心して。え？あ、あ、うん。どうして受け取らないの？もらってもどう対処していいかわからないし。そっか。それに彼女たちがプレゼントしてる相手って本当の僕じゃないと思うから。アマチ君。え？先輩がいらないならいつも通り友達とおやつにするし、無理しないでいいよ。うん。さーて帰って仕分けしよっと。それじゃあ先輩失礼します。え、一緒に帰ろうよ。あ、うん、気をつけて帰ってね。一緒に帰ろうよ。あんなこと言ってたけど翔太君少し悲しそうだったな。わあ、綺麗だね。なんか嘘みたいだ。何が？え？こんなところで僕が浮かれてるなんて。え、アマチ君浮かれてたの？おお。寒いから冬は嫌いだし。前に言ってたね。おお、また昔を思い出してるのかな。特にこれくらいの時期なんて街はうるさいし人は多いし、外に出たいとも思わなかったんだよ。あ、そうだったの？私デートのお誘いしない方が良かったかな。こんなイルミネーションは電気の無駄。私イルミネーション好きなんだけど。聞きたくもないクリスマスソングをずっと聞かされて。さっきから愚痴ばっかりなんだけど。買いたくもないまずそうなケーキをうさんくさいサンタに勧められるのも嫌だったし。いや、ケーキは美味しいよ。なのに。何？イルミネーションは綺麗だと思うし、クリスマスソングは聴いてて楽しい。あ、そうなの？アマチ君の中で何かが変わったの？それにケーキを勧められるのも悪くないなって思えるんだ今。
そうなの？それが全部たった一人の人のせいだなんてさ、本当信じられないよ。たった一人の人、女性と書いて人、もしかして私のこと？この状況がどれだけすごいことかなんて分かってない。よね、先輩は。うん、なんかごめんね。うん。けど、そういうの僕にとっては救いかも。そうなの？救いって？それそれ、先輩クラスのおとぼけさんじゃなきゃ僕の相手は務まらないよ。そうなの？でも少しでいいから意識してほしいな。僕が変わったってこと？うん、ちょっと時間はかかっちゃうけどね。先輩しかきっとわからないことだからさ。そうなの？翔太くん。やっぱり無理な注文だったかな。無理な注文じゃないよ。え？先輩みたいなおとぼけ最高クラスの人にはいきなりは難しいよね。ごめんなさい。最高級と書いて最高クラスか。もう翔太くん。ねえ、やっぱり寒いよ。ここ暖かいところ行こう。先輩、そうだね、カフェでも行こうか。うん。ああ退屈、ただ寝てるだけなんて飽きちゃったよ。ノックもしないで入ってきたんだけど。はい。わ、翔太くん、どうして？驚いた？びっくりさせようと思ってさ。あ、そうだったんだ。でもノックはしてよ。へえ、もっと散らかってるかと思ったけど片付いてるじゃん。えらいえらい。あ、ありがとう。あれ、どっちが先輩だっけ？それはともかくさ、無理しすぎて倒れちゃうなんてボケボケだよね。先輩らしいというか。私らしいってどういうことよ。ま、ちゃちゃっと直して学校早く来てよ。先輩がいないと退屈だし。そうなの？翔太くん、うん、頑張るね。頑張るって先輩、頑張りすぎて倒れたんでしょ？忘れたの？あ、そうだったね。頑張りすぎないように頑張るね。あ、そっか。それが先輩のいいとこだけどさ、あんまり無理しないでよね。うん。それに僕すっごく心配したんだから、もうこんな心配するのやだよ。ごめんね。あ、この顔かわいい。今にも泣きそうな顔してる。あ、それじゃあもう帰るね。病気うつされたくないし。じゃあね。あ、そうだよね。うん、またね。今日はありがとう。言いたいこと言ってたけど、翔太くんのおかげで元気出ちゃった。さ、今日はいよいよ受験日。私の進路は。え？超一流れ商事に就職するってあるんだけど。クラブマスターになったから？なんで？生徒会ならわかるけど、応援部だよ。じゃあ私、超一流れ商事に就職する。クラブで培った経験を活かせるし、ここの試験を受けよう。クラブで培った経験？応援部なんだけど。申し込みは完了。連絡が来るのを待とうっと。先輩、僕は先輩から見たらまだまだ頼りないかもしれないけど、それでも先輩を好きな気持ちは誰にも負けないから、僕と付き合ってください。私でよければ。うん、私でよければ。それって本当に？うん、
翔太くん泣いてるの？違う、これはその、こういう時は見て見ないふりするのが年上の女性の優しさなんじゃないの？ごめん、ごめん。本当に悪いと思ってるならさ、ちょっと目閉じてよ。うん。え？早く。うん。あ、うん。先輩、大好き。明日からまたよろしくね。うん。幼い頃に聞いた続きのなかった人魚と若者の悲しい物語、それは翔太くんが私を迎えに来てくれたことで素敵な物語になった。卒業後、私はスカウトされて超一流れ少女へ就職。おめでとう。目指せ世界のチアリーダー。え、超一流れ少女って何してるところ？翔太くんは進級、そして応援部の部長になってから急に背が伸び出してびっくり。翔太くん本人もかなり戸惑ってるみたいで、服とか買い替えるのが大変なんだよなんて照れくさそうにぼやいてる。でも一番喜んでるのも翔太くんなんだよね。嬉しそうに身長測ってるとこ見ちゃったし。でもこれを言うと怒られそうだから私だけの秘密にしておこう。会える時間は少なくなったけど、二人の絆は変わらない。手をつないで笑い合い、ずっと一緒に歩いていく。それが伝説の二人が示してくれた、約束された未来なのだから。こうやって見るとさ、ちょっとドラマみたいな出会いだったよね。偶然雨が降ってきたりして。なんかお人よし、あ、じゃなくていい人そうだなって思った。ほんとほんと、やだな。そんな目で見ないでくださいよ、先輩。そんな目ってどんな目？あの女の人二人、びっくりしたよ。あんなこと言うなんてさ、思い出したくないけど、先輩と見た海は綺麗だったから、それでいいや。ほんと？無理してない？え？寝言？なんて言ってた？ちょっと笑ってないで教えてよ、先輩ってば。かわいすぎる。これ肩揺さぶって聞いてるのかな？グローブ？たまたま持ってただけだよ。これ以上は内緒。もうちょっと詳しく聞きたいんだけど。この記者、ほんと頭きた。驚いたって僕に？ああ、応援団で体鍛えてるし、投げ飛ばそうと思ったらできるよ、あれくらいのやつ。先輩のためならね。嬉しいけど、それはやっちゃダメだよ。応援団の練習ってきついんだけど。疲れが飛んだんだよ、先輩の顔見たら。不思議だった、この時は。今はなんでそうなるかわかるんだけどね。そうなの？教えて。先輩、盗み見は良くないよ。なんて。あの姿を見ても僕と変わらず接してくれて本当に嬉しかった。ありがとう、先輩。いえいえ。結局このカップケーキどうしたんだろう。え？結局どうしたかって？ちゃんと食べたよ、一人で。なんか先輩のことが気になって。今だったらくれた子たちにもっとちゃんとお礼言えると思う。あ、でももう受け取らないよ。先輩からだけで十分。よろしくね、先輩。うん、もちろん。それを聞けて安心したよ。見られた時もショックだったけど、こうやって写真で残ってるのもショック。次行こう、次。もう先輩、早く次。わかったよ、しょうがないな。この時
すごく自然に言葉が出てきて、自分でも不思議だったな。そうだったの？これは驚いたよ。知らない人といきなりキスだもんね。でもすごくドラマチックで、なんか照れちゃうな。そうだよね、めったに経験できないもんね。この時先輩焦ったでしょ。ごめんね、つい本音が出ちゃった。うん、舞台は無事に終わったのかな。雪、綺麗だったよね。この時本当に先輩みたいだって思ったんだ。またどこかで見たいね、二人きりで。真っ白な雪。そうだね、二人きりで見に行こうね。本当は先輩が留年してくれれば一番良かったんだけど、なんてね。こうして今一緒にいられてすごい幸せだから、それで十分。さすがに留年は嫌だな。はい、天地翔太くんの未公開シーンでした。いやー、天地くんは天使と悪魔と小悪魔の3パターンがあるため、イベントの量がかなり多かったです。でもいろんな天地くんに出会えてとても楽しかったです。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。